ストライクショット。こんにちは、 X フラグの中の人リエクスとのぐちゃんです。はい、はい、ということで今回はこちら、モンスターストライクとソードアートオンラインアリシゼーションのコラボ第2弾、ベルクーリ、アリス、そしてロニエ&ティーゼご紹介していきます。あー楽しみ。モンストフリークでね、はい、発表されましたコラボ第2弾でございます。はい、では早速ご紹介していきましょう。はい、ということでベルクーリのステータスこちらになります。貫通&ゲージのバランス型、アビリティが超アンチダメージウォール、アンチワープ、弱点キラー、ゲージでバイタルキラー、友情コンボがメインに衛星弾4、そしてサブに超強次元斬、ストライクショットがスピードとパワーがアップ、次の敵の攻撃ターン終了後に全ての敵に自戦権で攻撃、こちらが18プラス4となっております。はい、こちら超アンチダメージウォール、弱点キラー、バイタルキラー で、うん、で貫通なのでザクザクっと自身の殴りで火力をかなり底上げするようなアビリティがどんどんどんとついてるので、その辺楽しみですね。豪華ですね、うん、はい、そしてこちらのストライクショット、ターン終了時にまた攻撃があるということで、はい、いやこれもまた演出とかも楽しみですね。確かに楽しみですね。はい、はい、ということで今回はドゥームのステージで見せていこうと思います。はい、それでは弱点キラー持ってるので、はい、あとはバイタルキラーも塗りますかね。はい、ちょっと上に行きつつで、はい、はい、弱、うわ、あ、すごい、2往復で160万、こんな削れるんや。でさらに今ねダメージボール出ましたけど、はい、超アンチダメージボールも乗るのでですね、さらに火力も底上げされると、うわー、ちょっと友情も入ってますが、いや強い、強いですね。結構ねややこしいステージなんですけど、はいはいはい、しっかりとボスザクザク殴れるので、うん、助かりますね。はい、それではちょっと3体に当たっていきます。はい、衛星弾と上昇次元弾、ぐるぐるぐるっと、待って、すごい、複数体分ではありますけど、はい、かなりダメージ出ます ね、 ね、逃げます。いっぱい倒せそう、いっぱい倒せる、いっぱい倒せる、あーすごいよ、弱点にガッて入りました。衛星弾すごい、今のが弱点キラーの乗る衛星弾4、はい、魅力ですね。どうしよう。はい、それではストライクショットを打っていきたいと思います。ちょっとね左にビットがあるので検索しますが、いきます。聖護基地長、ベルクーリ新設スワン参る。はい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 、でとりあえずはこれで自戦権敵の攻撃後に、全部倒れましたよ。全部いなくなって、ボスにもしっかりダメージ入って、はい、いやいいです ね、 ね、これビットなかったらもうちょっとダクダクっといけそうなの で、うんうん、そうですね、弱点も狙いつつね、減速しちゃってる感じはあるので、うんうんうん、もっと出せそうですよね。はい、はい、それではストライクショット見ていきたいと思います。よいしょ、聖護基地長、ベルクーリ新設スワン参る。敵の攻撃が自戦権から切り、うわー、すごい、敵の攻撃が終わった後に演出が入って、はい、画面全体の敵上の雑魚にも入ってましたね。ですね、でも最初にねもう自身の攻撃でかなり削ってたので、うん、追い打ちでねドンと倒していきました。あの自身の自強化というか自身のスピードとパワーがアップだけでも使えるので、うん、割と幅広くというか、はい、使い勝手は良さそうですよね、うん、といったストライクショットでございました。続いてはアリスご紹介していきます。はい、続いてアリスのステータスこちらになります。貫通&ゲージのスピード型、アビリティがマインスイーパー、超アンチウィンド、ゲージでアンチ減速壁と状態上回復、友情コンボがメインに反射衝撃波12、そしてサブに超強スパークバレット、ストライクショットがスピードとパワーがアップ&最初に触れた敵にバーストエレメントを放つ、こちらが、ターンが20プラス4となっております。はい、こちらのアビリティ結構貴重な枠となってますね、うん、そうですね、マインアンチ、超アンチウィンド、アンチ減速壁と、うんうんうん、はい、でこの友情コンボがね、
まあ、雑魚散らしてくれますし、はい、あとは広範囲で調教スパーグバレットでね、うんうんうん、あの削ってくれるのでかなり助かりますよ ね、うんうん、あとはまあストライキショット、これもねオリジナル演出とのことなので、はい、その辺も楽しみにしていきたいと思います。はい、ということで今回はアグラベインのステージで見せていこうと思います。はい、それでは超アンチウィンドウ受けてるので、うん、ちょっとね動きやすくなってるかと。ほい、あ、結構動けるですね。はい、スピードでアンチウィンド持ってるので、はい、たくさん動けました。また、お、また来たね。いきますね。はい、拾っちゃったらすいません。よいしょ、あ、めっちゃ動ける、すごで、殴れるって感じなので、はいはいはい、いいですね、使い勝手いい。入場もね、強いんですけど、自身の殴りもしっかりウィンドでスピードアップしながら殴れるといった感じになっております。はい、それでは3体当たっていきます。はい、反射衝撃波とスパークバレット、あ、待って、強いんだけどもうザコは倒してってるし、そうです、ね、本体自体もね半分以上、両方画面全体に行く友情なんで、じゃあちょっと1体だけ当たってみますね。はい、いやー、はいはい、ちょっともうアグラベインの HP が少なすぎましたはい、それではちょっと1体分見ていきたいと思います。よいしょ、あっ、うーわ、今ちょうどザコにね挟まれてて、はいはいはい、弱点も左にあったのでいい感じの位置にいたのでボスに200万以上出てましたね今友情だけで、すごいですね、すごいですねはい、それではストライクショット打っていきたいと思います。ちょっと暴れようかなと思います。はい、よいしょ。私は私のなすべきことをなすためにあなたと戦います。はいはいはい、叫、あなたたちバーストエレメント。待って、こんなことすんの、すごすご、めちゃくちゃ演出かっこよかったですね。かっこよかった、思った以上に持っていきましたですね、一撃がでかい。はい、じゃあちょっと縦で打っていきます。はい、お願いします。ちょっとずれつつ、ほい。私は私のなすべきことをなすためにあなたと戦います。叫、あなたたちバーストエレメント。うわー、もっと行く。これ、美しいですねすごい綺麗にいなくなりました、うんうん、最初に触れた敵に当たってくれるので、まあまあ最初にボスとかに触れれば比較的当てやすいというのもありますし、うん、ESS ですね。はい、はい、ということでアリスご紹介していきました。続いてロニエ&ティーゼご紹介していきます。はい、最後はロニエ&ティーゼのステータスこちらになります。反射&ゲージのバランス型、アビリティが超アンチダメージボールと超アンチワープ、ゲージで回復とシールドブレイカー、友情コンボが超強防御ダウンブラスト、ストライクショットがスピードとパワーがアップ、触れた全ての味方に巨大バリアを付与、こちらが19ターンとなっております。はい、ということでこちら超アンチアビが2つ、ゲージなしで2つ、はい、で超強防御ダウンブラストも持ってるので、うん、まあ、爆発キャラとか、あとはまあもう1体ね積んで持っていくとダウンさせつつ殴るという、超アビが発動しての殴りですよね。はい、しかもゲージに回復とシールドブレイカー持ってるので、サポート面としてもかなり活躍してくれそうなですね、はい、いいバランス、はい、そしてストライクショットが、触れた仲間すべてに、巨大バリア付与ということで、はい、こちらもねこうピンチの時とかにね、うんうんうん、打ってグッとね守ってくれるのでいいですね、はい、ということで、今回はホムミのステージで見せていこうと思います。両方発動するんで、はい、弱点はないんですが、狭いところでカンカンすると、あ、すごい、あ、自身の殴りかなり削りますねですね。はい、それでは、超アンチワープ超アンチダメージオールなので殴っていきます。はい、防御弾ブラストも、あ、来るじゃん、出ますので、あ、あ、うわ、あ、ちょっとね弱点そんなに回数殴ってはないんですけど、かなり持っていきましたね。はいはいはい、防御弾ブラストの効果も合わさって、はい、
いやこれ複数体連れていくとアビリティと友情の相性がかなりいいですね、うん、はい、じゃあちょっとダメージオール触りながら上に上がって叩いていきます。はい、ほい、仲間の防御弾ブラストも発動して、あー強い、まあ、シールのも今倒しましたし、はいはいはい、ダメオン&、ね、調和美が発動しながらの殴り。はい、それではストライクショットいきます。はい、ちょっとね手前の2体だけ当たれればなと。はい、キリコ先輩の力になりたい、見ていてください、リュウジュウ先輩ストライクショット。結構動きまして、自身も結構倒しますね。ですね、大きい大きい。そしてまあ今ね攻撃来なかったのでしばらくちょっと動いてみますか。はい、かな。おー、あ、しっかり守ってますね。耐えますね、はい、いやーこれは本当ピンチの時ありがたい。耐える、結構耐久値ありそうですね。すごい耐える、耐えますね。ミピも守ってくれるからいいですね。はいはいはい、すごい耐えるな。まだ続いております。ちょっとじゃあ横感して倒さないようにていきます。はい、すごい、本当に長い。大窮地、あー、あー、やっとなくなりました。3、4回受けたんですかね。ですかね、はい、かなり耐えてくれたので、うんうんうん、ピンチの時にはぜひ打っていただけるとかなり回避できるんじゃないかなといったストライクショットでございます。はい、それでは今度ですね、自身のスピードとパワーがアップだけ見ていこうと思います。キリコ先輩の力になりたい、見ていてください、ユージュン先輩ストライクショット。待って、倒してったこれ今ダメージボールとワープ出てないんでそうですね、自身の本当のこのそのままの力ですね、はいはい、環境整えばもっと全然殴り自体も余力ありそうでしたし、はい、いけますねこれは、うん、はい、ということでモンスターストライクとソードアートオンラインアリシゼーションのコラボ第2弾ベルクーリアリスロニー&ティーゼご紹介していきました。いや本当どのキャラもね魅力的なので、はい、ぜひゲットしたいです。はい、コラボ皆さんお楽しみに。それではバイバーイ。